ゼネラルグループの飛行部隊が緊張の続くメリトン地域上空で軍事演習を行いました。これは先にニューコムが発表したサンドバリー砂漠で行われるバイオプラントでの公開実験への牽制が目的とみられており、この行動に対しユーピオのクラークソン代表が今日正式にゼネラルリソースへの遺憾、パワーフォーライフニューコム、皆様の生活を支えるゼネラルグループ、時代の流れを皆様と共に歩みたいゼネラルグループ、未来の環境を皆様と考え作り出すゼネラルグループ、今日も誰かと、明日はきっとあなたと。この美しい戦闘機で無限の大空へ自由に飛び続ける姿をご覧ください。誰もが憧れる世界の治安を守るユーピオのエースパイロット。しかしこのパイロットが背負った運命を知るとき、私たちは言葉を失うでしょう。パイロットの名は広瀬レナ。彼女は生まれた時からシルバーストーン病に侵され、日の光の下では生きられないのです。しかし今の彼女には翼があります。ゼネラルリソースの開発した最新の技術によって、新しい時代の新しい科学、特にエレクトロスフィアによる世界で目覚ましい成果を上げたゼネラルリソースの研究者グループがニューコムの母体となったのはよく知られていることです。そして彼らが宇宙開発への着手を発表した2032年から、事実上ゼネラルリソースの緊張状態が続いているのです。すでにエレクトロニクス、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、あらゆる科学分野でもニューコムの科学者たちはゼネラルリソースのそれを超えているとも噂され、長年にわたってその経済力で巨大な権力を誇示してきたゼネラルの時代が、ええ、はい、お休みの日ですか。公園で散歩はできないんで、本を読んだり映画を見たり、普通ですよ、全然。今こうしてパイロットになっていることがもう夢みたいな話ですから。ただ最近思うのは、体なんて人間にとって心の入れ物でしかないのなら、私には意味のないものだなって、いつも心で飛んでるんです。体には翼がないけど、心の翼が私に空をくれたから、このまま心ごと翼になってしまいたいって。あ、いないのか。じゃあいいけど、あれだ、お前がどういうつもりか知らないけど、ユーピオで飛行機乗りでいたいんならパーク司令には逆らうなって。ま、クラークソン派の連中の言ってる平和的な解決ってやり方でこの世界が守れるんなら、最初からゼネラルにユーピオなんていらないんだし、どっちにしてもただの飛行機乗りには関係ないことだな。じゃあ次の任務で。あ、今度はもうちょっと俺のサポートにも対応してくれよな。レナやフィーのマニューバーのコピーばっかはやめとけ。俺の後ろはお前しかいないんだから。業務連絡を口頭で伝えます。正式な署名は追って伝送されます。ユーピオ所属の搭乗員は本日付で無期限の待機命令。まあ簡単に言えばかなり雲行きが怪しくなってきたってこと。じゃあ。コミュニケーションインターラプテッド、Receiving emergency broadcast. ただいま入りましたニュースをお伝えします。フェイスパーク地方においてかねてから緊張状態が続いていたゼネラルリソースとニューコムが交戦状態に突入した模様です。ニューコムからの公式発表によりますと、
この攻撃はあくまでもゼネラルリソース側が行った違反行為への報復であるとのことです。この事態を受け、ユーピオのクラークソン代表は先ほど緊急会見を開き、治安維持部隊の現地への緊急派遣を発表。本日午前7時50分頃、リューコムがゼネラルリソース側に対して大規模な軍事行動を開始した。我々ユーピオは両者の関係がこれ以上悪化することを避けるため、この行動を阻止せねばならない。なお、リューコム側が警告を無視した場合は実力行使もやむを得ない。諸君の働きに期待する。以上。部隊の接近を確認した。ただし迎撃態勢を取れ。 Update target。Bingo.
accomplish. Mission objective achieved. 今後も諸君の活躍には期待している。ついに始まったわね。ニューコムの出方次第ではもうクラークソン代表の力ではどうしようもないことになるでしょう。ここで私たちユーピオの進化が問われるのは必死ね。そうそう、君前と違った動きしてたじゃない。いい感じだったよ。あ、どうも。これはあなたに出す最初のメールになります。この戦いが続くのならきっとこれからはあなたと一緒に飛ぶことが増えるのかもしれない。今日のような飛び方なら見える敵をあなたが思うように叩けばいいと思う。それではまた。